みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武田でございます。今回もキレのあるカッティングの秘訣みたいな感じのシリーズで、カッティングの練習をちょっと皆様と一緒にやってみたいなと思います。今回の動画はそのミュートの練習を重点的にやっていくんですけれども、こんな練習フレーズを一緒にやってみたく思います。ちょっと弾いてみます。こんな練習フレーズです。練習フレーズ、それぞれこのオクターブで、ララララレレレレソソソソドンみたいな感じで音階をなぞっていくような感じなんですけれども、意外とこのミュートがすごく難しいので、興味があったらぜひトライしてみてくださいませ。僕、すごい簡単そうにやってますけども、意外と難しいと思います。ではでは、とりあえず人差し指で6弦の5フレットを押さえるんですけれども、ここを2回弾きます。ララーと。そしたら、人差し指を浮かせて、ブラッシングですね、2つ。こんな感じです。で、ミュートをしなければいけないので、そのブラッシングのときに、ラーッといろいろ音が出ちゃったりとか、開放弦が出ちゃったりとかしないように気をつけてください。ララー、ツツ、ツツです。ツツ。で、ララ、ツツが終わったら、小指で4弦の7フレットを押さえます。で、このときにこの小指につられて、薬指が一緒にこう応弦しちゃったりとか、人差し指がこの、ね、ガーッと6弦、5弦を押さえちゃったりとかしがちなので、気をつけてください。小指のみです。こんな感じです。ララ、ツツ。それぞれ、ララ、ツツ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 と鳴らしていくような感じです。で、ツツをしているときはその、ね、しっかりと4本の指をうまく使って、ブラッシングをしていくと。極端に悪くやると、みたいな感じで開放弦の音が出ちゃったりとか、何かしらの弦を押さえた音が出ちゃったりとかしないように気をつけてやってみてくださいませ。で、これがどんどん下の方に行きます。ララ、ツツ、ララ、ツツといったら、今度はレですね。レですね。5弦の5フレット。と、小指は3弦の7フレット。で、その次は4弦の5フレットと、小指は2弦の8フレットですね。で、最後に人差し指は3弦の5フレットと、小指は1弦の8フレット。これをそれぞれ、たらつつ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 と鳴らしていきます。ゆっくりやってみると、こんな感じです。こんな塩梅でしょうか。なんかこう、正面から見ていると、その僕の手の動きがすごい小さいというか、なんかどこを押さえているのかわからないようなレベルで、なんかこの動きがわからないというか、そうですね、なんかどこを押さえているのかわからないぐらい動きが小さいと思いませんか。なんかこの状態を目指したいです。極端に悪くやると、鳴らす、シュシュイ、鳴らす、シュシュイ。みたいな感じでフォームが変えるのは避けたいです。できるだけ同じフォームをキープしたまま、それぞれこの弦というか音を変えていくというような感じでしょうか。で、これがある程度できるようになってきたら、そうですね、テンポ100とかかな。100とかできれば上出来かなって感じです。100、どのくらいだろう。このくらいでしょうか。まあ、テンポはそんなに速くしなくてもいいんですけれども、その実音とブラッシングの音がこう、ね、はっきりと区別できるように
聞き分けができるようにというか、引き分けができるように練習をしてみていただけると面白いかなと思います。そうするとね、このなんか左手のミュートの仕方みたいなのが上手くなってくるかと思いますので、ちょっとそんな練習も興味があったらやってみてくださいませ。とりあえず、今回の動画はその練習フレーズでございました。こんな感じが理想でございます。頑張って練習してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。あはは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 。